松の台湾大口食べ歩き。今回松は台北県のスーティンに向かいます。台北市から東南部、自然あふれる町です。台北県のスーティン、ここ初めて来たね。花の香りがするんだよね、町こう今歩いてるとね。で、聞いたら昔は炭鉱で栄えて、で今はそのお茶の産地とかね、その経過クイホアだから今こう香りがするっていう話だけど、すごくいい香りがしてね、町はすごくのどかな感じもするし、台北県だからそんなに台北市内から時間かからなかったけどね。うん、あ、今なんかもうすごい今花の香りがした。花の香りが広がるというスーティン。これはやっぱりテレビの特徴だと思うけど、見るもの、それからね、音、これは伝えられるんだけどね、匂いは伝えられないんだよね。だからもうこれ10年20年前ぐらいから思ってたけど、今高画質とか高音質とか言うけど、匂いを伝えるものっていうのはいずれ出てくるのかね。そういうふうな開発は今一切してないのか、その辺はすごく昔から興味あるところでね。だからこそこうグルメレポーターとかいうのは存在するんだよね。匂い伝えられたらもうグルメレポーターいらないかもしれないもんね。松がまず向かったのはデザートの店。豆腐タンタ。豆腐タンタ。今天没有。有豆腐冰淇淋啊。啊。この辺りは豆腐が名産としても知られ、豆腐を使ったデザートも有名とこと。これがケーカピンチーリン、クイホアピンチーリン、そして豆腐ティラミス。クイホアピンチーリンからいただきます。アイスクリームからね。うわ、この甘みはすごくあるんだけど、なんだろうこれ、やっぱ花の香りがすごく広がる。昔サボテンのアイスクリームって食べたことあるんだけど、そういう感じがあるよね。なんかこうすごく新鮮味のある花の甘さっていうのと、あとクリーミーな感じがすごく広がるね。台湾の人たちの食への探求心が生んだ一品。爽やかだよね。なんかこう舌の中で滑らかでこう溶かしていくと、すごくこう鼻のね、濃厚な爽やかさっていうのがこうずっと広がっていくような感じで、クイホアピンチリン。クイホアピンチリン。材料就是我们的桂花，指定的桂花量。桂花量，然后鲜奶。鲜奶。鲜奶油。鲜奶油。糖。糖。酒。啊，酒。酒。我们喝的那个 sake 那个酒。啊，酒。大概就是这样子的主要的一些成分。啊。これすごくこう気持ちまでね、景色もちろんいいんだけど、リフレッシュされていくような感じですね。続いては豆腐ティラミス。うわ、豆腐だねこれ。豆腐風味のティラミスというよりも、そのまま豆腐食べてるみたいな。でもふわふわ、食感がすごくね、ふわ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 して、ほんのり、豆腐の豆の香りとね、ほんのりした甘さ。豆腐ティラミス、材料是什么？材料就是豆腐啊，豆腐クリームチーズや、クリームチーズ、对呀、然后一些蛋白，蛋白，蛋白，蛋里面的蛋白，蛋白，对，蛋白，怎么做？怎么做？就是我们指定的豆腐，然后打成泥啊，豆腐泥啊。指定的豆腐，就是王室豆腐。
なんかティラミス食べてるというよりも豆腐の新しい新種の豆腐を食べてるみたいな、うん、ティラミスのイメージとはもう全く違うかな。まあティラミスの食感もちろんあるんだけど、ふわふわの感覚です。うまくこうやってね、あの豆腐とティラミスをね組み合わせたなって感じがするね、うん、食感に心打たれた松、今回はどんな旅になるのでしょうか。スーティンにやってきた松、デザートを食べた後商店街のようなところに入っていきましたが、曜日と時間帯が悪かったのか食堂にはシャッターが降りていました。この一帯はまたいつか。車で近くに移動した松は見晴らしのいい高台にやってきました。いや、ここはあのイーランに行く高速道路なんだよね。おかなりこう傾斜があってね、見晴らしがいいんだよね。あの緑の山にね切り開かれた、あれ別荘なのかホテルなのかね、住宅地があるけどね、ここはあの別に椅子があるわけじゃないんだけど立ってるだけで爽快やね。高速道路が見下ろせる場所です。ここがいいらしいんだよね。高台を登って向かうのはある食堂。非常に大きな看板ですが、味にも定評があるようです。はあ、こういう鶏がもうこれねえ食材ということなのかな、これね。店に入る前に見つけたのは鶏の群れ。食用かどうかは分かりませんが、鶏が客を迎えます。中で松が注文したのは深海魚を使ったおすすめ料理や焼肉、麺など様々。メニューには日本の文字も使われています。そういえば日本語のひらがなのノを街中でもよく見かけますが、これは台湾の人たちにとってどのように認識されているのでしょうか。魚は刺身などその場でさばきます。北九州の海の近くで生まれ新鮮な魚が多い場所で過ごした松、この店の魚料理は果たしてどうでしょうか。これがね、深海魚のもうおすすめのね、あの魚を今日取れた一番のおすすめの料理をね、こういうふうにあの刺身でまずね、食べる。さばかれた深海魚は息づくりになってまず出てきました。見た目からツヤツヤしています。この身はねすごく柔らかいんだけど、名前なんすかな、チャンウェイニャオイ、長い尻尾の鳥魚、うん、当然日本語でなんていうか分かんないけどね、すごく今あの身が柔らかくて、だからゴチゴチした感じはないんだけどね、身が柔らかくてね、あのすごく食べやすい魚。深海魚はほとんど食べたことがなかった松、新鮮そのもの、うんうん、これは新鮮じゃないかな。結構あの自分が九州の北の方の出身だからね、魚の新鮮さには、まあ、生まれつきうるさいというか比較的新鮮な魚がある場所で育ったから、やっぱ刺身とか寿司っていうのはね結構舌が肥えてくるんだけど、これは結構いけるな、その中でもね、うん。刺身を食べる箸は止まりません。
がすごくプリプリしてる。でこの頭と尻尾というのはこの刺身を食べ終わった後にあのスープとかに入って出てくるんだとね。続いてはうどん、日本のざるうどんのようです。これがね、うどん、わさびが入ってるからね、ちょっと和風な感じはあるんだけどね、あの日本風だよね、これ。うどん、ウーロン麺っていうのは発音から来てるんでしょ、多分。うん、これいける。あの、なんと麺のコシ、お茶漬けを食べてるみたいな感じだね。ごまとね、海苔の程よい食感と麺がね、ちょうどあのちょっとおろしうどんみたいな感じで、そんなに汁にひたひた浸ってないで、こうつけてスルスルと食べるような感じでね、この醤油の風味とね、すごく合ってる。日本で食べたうどんよりもコシがあるのではないかと大絶賛の松。あの四国の香川県か、あんまり四国は行ったことないんだけど、さぬきうどんっていうのはね、こうコシがある麺がある、あの発祥の地があるんだけどね、そういう風な感じがするよね。台湾で思わぬ麺の発見でした。この麺はいけるな、なんか本当に日本のあのうどんよりもコシがあるような、そんな感じすらするね、うん。そして焼肉、鮮やかな色、程よく白い油が刺しています。これがね、焼肉ステーキ鉄板焼きっていうのがね、小さいあの鉄板が来たから、ちょっとやる。今ジューっていう音がね、霜降りだよね、これね、油が刺してる。他のものを食べながら火が通るのを待ちます。肉が焼けるまでもうしばらくお待ちください。台北県のスーティンにやってきている松。地元の名店で刺身やうどんを食べた後は、この店の名物でもある焼肉をいただきます。そろそろ焼き上がったようですね。ジュージューといい音が聞こえます。うわー、これねよいしょ、してこうして取るか、よいしょよいしょ、ちょ、塩つけて食べようかな、うん。肉から油が滴り落ちます。肉はもうちょっと塩つけて、軽くね、塩つけて、うわ、この弾力がもう半端じゃないね、これ。あの肉がもう噛んだらブワーってこう、あの肉汁、油、この霜降りの部分がブワーっと溶けて出てきてね、ちょっと生ぐらいでもいいんだと思う、これ少し生でね。これはすごいな、ちょっと驚きでね、うん、塩軽くつけるぐらいでもうちょうどいいんじゃないかな。塩を軽くつけるだけで十分、うん、なんだろう、肉、結構弾力ある肉ではあるんだけど、それでもね、とろけるんだよね、噛みながら弾力持ちながらとろけていくっていうね。うわー、これは食べ応えあるし、この肉は本当に上級じゃない？うん。油が乗った肉を炊き上げた後は、エビッソの天ぷら。こちらも和風の一品です。これがイカのね、
イカのフライ。これあの、釣り身なのかな、イカの風味とね、それがシソが巻かれたのね、ちょうどいいんだよね、シソとね、イカの具合と、これからの皮のサクサク、ちょっとだ、もう、サク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 ってね。中はこのような感じ。これあの、山の上の方だよね、だけど海鮮あり、肉ありでね。ちょっともいろんなものを楽しめる感じだね。こんがりと揚がった天ぷら、しそとエビの相性も抜群です。このイカ独特の弾力がすごいね。あのちょうどいい弾力持ってる、これすり身にしてるんだと思うんだけど、イカのなら弾力をねすごく残しながら、でシソのねバランス、サクサクの食感を楽しみます。全体的にはこう和風なイメージはあるんだけど、もうちょっと日本で食べてるものを超えてきてるねこれ。ちょっと驚きが多いもんね、うん、続いては魚がこのように調理されて出てきました。これもね、魚、もう魚あり肉ありですごいんだけど、ネギと胡椒がパラパラとかかっています。柔らかそうだねこれ。うわ、まず味付けがいい。もうこのスープの出汁がまっさりしてて、もうあのこの魚がね、もうすごい柔らかいんだけど、もう絶妙に絡み合っててね、ソースと魚の味がよく絡んでいます。この出汁のね絶妙さをどう表現したらいいか、そしてあのネギの香ばしさも効いてるね、うん、ネギとこのスープのね、なん薄いんだけどこうしっかり味がついてるような感じ、うん、上品かつ庶民にも親しまれる味わいです。だいたいあの一つの店でこれまで4品以上5品以上食べることなかったんだけど、この店は本当によりどりみどりで、というとあの他の店にね申し訳ないんだけど、もう今日はたまたまね5品以上っていう感じだけど、これはどれ食べてもいけるね。この魚もすごく柔らかい。深海、深海的名字、今天的深海的名字。长尾鸟鱼。长尾鸟鱼。鸟鱼。怎么样的？这边还有一条转给你，在这边。这个就是长尾鸟鱼。哇哇哦，长尾。长尾鸟鱼，它的尾巴很长啊，所以叫做长尾鸟啊。啊，鸟啊，最後は魚を使ったスープが出てきました。一つ一つの具が大きく、何人前あるのでしょうか。お椀にすくっていただきます。うわ、身がもう柔らかいのと、それからね、生姜系のねスープの出汁がすごく出てるね。この身にすごく絡んでる。魚介の味がよく出ています。うわ、これ上品。前上品って聞いたんだね。ガオヤ。これは本当カオヤじゃない？すごく上品な高級、まあ日本料理風だと思うんだけどね。そういうお吸い物みたいな感じがするしね、はあ、魚の旨味を本当によく出してる感じがする。この店では深海魚をさまざまな形で食べることができます。うわ、まあもう身が
小さいんだけどもう味わいがすごい出るね、うん、ここにこれ豆腐やね。豆腐がこの辺ね料理有名らしいけど、日が暮れたスーティンで松が注文したのはツォンシャオローグアパオとホンシャオ豆腐。これがねツォンシャオローグアパオ、そしてこれがホンシャオ豆腐か。ツォンシャオローグアパオはボリューム感があります。このグアパオはねもう持った感じからふわふわなんだね、うん、わ豚肉はすごいプリプリしてるね。これシャンツァイが入ってるね、うん、僕ちょっとねシャンツァイが苦手だからちょっとシャンツァイの味はねあんまりこううって抵抗感があるんだけど、それ以外の高菜のシャキシャキとか豚肉の角煮のこうプリプリ感ってすごいな。これうん、これ多分フォアセンが入ってるかな。ちょっと甘みもあってね、前も一回グアパを食べたけどその時もフォアセンの甘みってだから甘みとその肉の塩加減というのはすごくマッチしてるような感じでね、これすごい食べ応えがある、うん、グアパオにかぶりつく松。この後は本社お豆腐をいただきます。スーティンにやってきている松が続いていただくのは本社お豆腐。これがね本社お豆腐、うん、もうスープがすごいかかってるけど、わあ、うん、味がねすごくこのソースの、うん、濃い味がね豆腐に絡まり合ってね、あとネギの香ばしさとあとちょっとピリ辛玉ねぎかな、うん、玉ねぎのね香りがすごく広がってね、豆腐の旨味ともうよく絡まり合ってる。豆腐とソースがよく絡まり合った一品です。熱々 でこの辺はね豆腐がよく、まあ、豆腐の料理の結構名店で、他にもチャーシャン豆腐とかなんかいろんな豆腐料理があるみたいでね。熱々の豆腐に舌鼓を打った松、車で少しだけ移動してマオコンという場所にやってきました。この場所はお茶を使った料理の有名店があるそうです。ほうほう、お茶の産地でもあるんだね。猫の空でマオコン。松はいくつかを注文。麺や卵焼きなどさまざまな種類があります。まず初めに出てきたのはチャーヨー麺線。具とネギを麺によく絡めていただきます。チャーヨー麺線、お茶と関係あるんだよねこれね。あ、うわお、ほほ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 、うん、程よいこの塩と油がすごいよく絡んでて、見た目シンプルなんだけど結構ね味がしっかりついてるね。でごま油みたいな感じの味がするとニンニクの風味かな、うん、これね具材はねあんまりなくてシンプルなんだけど、これすごいいける。
茶叶。茶油。茶油面线呢？怎么做？茶油面线是我们用那个茶油的。哦、茶油。对，茶油是茶叶会开花，会结果，然后它自然产生的果实呢，来一年大概冬天的时候，这个时候就有茶油。嗯，茶油。長いそうめんのような麺にシンプルな具とネギ、茶葉がよく絡んでいます。あの脂っこくないし、ネギの風味とこのカリカリのニンニクだろうね、うん、この風味がすごい効いてくるね。この脂の感じもすごく良くてね、うん、あの汁なし麺っていうのはね、そういう感じ。続いては茶葉を揚げたもの。さあ、茶葉か、揚げた茶葉だよね。おお、これちょっと胡椒につけてね。これもうあのすごい、この料理あの表現していけばもうキリがないんだけど、このねサクサク感のもう絶妙なこと、うん、あのもうカリ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 してね、サクサク感が映像からもよく伝わってきます。あの噛むともうほんのりあの茶葉のね風味が広がってくる、うん、そしてあの胡椒もね、あの絶妙な胡椒だから胡椒の味もまたマッチするんでね、この食感ってもうたまらないね。シソの天ぷらのような雰囲気もあります。うわ、茶葉なんだけどすごいジューシー、だからお茶でも当然ね飲んで美味しいんだろうけど、お茶としてこう飲んでもいいんだろうけど、こう食べていいっていうのはなかなかこう想像がつかないよね。茶葉をあげるなんていうのは日本ではそうないと思うんだけどね、こういうふうに茶葉をあげて食べるってなんかサクサクだから、これ茶茶葉、榨茶叶，茶叶茶青，哦，就是我们现在从山上采回来那个茶青，新鲜的，给它裹上一层油酥炸粉，然后呢，放到我们的油的温度大概100°C左右，对对，太热不行哦，一般的炸油的话很烫不行，它会把它炸到焦掉，所以我们大概100°C开始就要放下去呢，等它酥黄的时候浮起来的时候就可以把它裹了。所以榨茶叶的话本身是。原料很重要，油的温度刚刚好就好，不能太高温。温度が非常に重要なようです。ここまでの食感って本当に他のフライでもなかなかないような感じする。うん、まだまだ種類は豊富。茶葉のエビ団子はこちら。小さなピンクのものが振られています。茶葉社長。茶葉とエビの団子やな、うん、一口でいけるかな、うん、うん、確かにお茶の香りはするけど、あのこれ不思議な味だね、甘いんだよね、デザート風味の味付けでも茶葉の香りがする、でエビはすごくサクサクに揚がってんだよね。これ甘い味付けにしないといけなかったのかなと思うけどね。松は甘い味付けに疑問を感じたようですが、その噛み応えとサクサク感は十分。うん、ただここのあの味付けはちょっとなんか不思議な感じはするけど、揚げ物のサクサク感ってすごいよね、うん、この口の中で入れた食感が、うわー、これどうやってこれだけうまく揚げるんだろうと思う、うん、この後も間を込んでまだまだ食べ続けます。
マオコンの料理店に入っている松。続いては茶葉を使った豆腐の料理をいただきます。茶いえ豆腐、これも茶葉を使った豆腐なんだよ。味付けなんだろうかね、茶葉はね。うん、うん、お茶の味がする。はあ、お茶の味がね、しんなり入ってくるんだね。あとはもう塩コショウのピリ辛系の味なんだけど、ピリ辛が程よく効いた一品です。麻婆豆腐のようでもあり、しかし茶葉の香ばしさがあります。蒸豆腐的话哈，它是用我们一般的传统豆腐也可以，还是一般的精致的那种所谓的我们那种豆腐也可以。然后把它弄淋上我们调好的一个所谓的猪肉酱，猪肉酱因为蒸起来的时候才有香味。このミンチのね、豚肉の味わいとね、豆腐がすごいマッチしてんだよね。このあんかけに味付けをね、茶葉にで加えてんだろうけど、これは濃厚で、しかしインパクトあるね。味付けのインパクトに松も驚いたようです。あのミンチと豆腐の味をこうすごく自由に出して、最後にこう茶葉の味でこう引き締めるっていう感じかな。なんか茶葉がすごくまとめてるような感じ。この夜景はすごいね。しかしねこれ右側、あれがイーリニとか、あれ三越でしょう。マオコンから見る夜景は絶景です。空気が澄んでいますから、イーリン、イーヤ、マテンローがよく見えます。茶葉を使った卵焼きも名物の一つです。チャーチエンタン、これでもかっていうぐらいね、茶葉を使ったのが出てくるけど、これちょっとあの普通の卵焼きとは色が違うよね。少し黒いような感じですよね。うわ、これあの大げさじゃなくて、茶葉にたどり着く茶葉がねちょっと入ってんだよね。黒いこう小さな茶葉入ってるんだけど、そこに行き着く前までのこの卵焼きのふわふわ感がすごい。これ茶葉入れなくてももう、こう卵焼きだけで十分、ちょっとあのごまの香り広がってくるしね。香ばしい、うん、ごまの香り、ごまをよくうまい感じで使ってるよね。で一見こう見え方はなんか黒いごまがね入ってるみたいだけど、これが茶葉なんだけどね。茶葉の使い方ってのはここ本当に絶妙だよね。ああ、おしまいはこれ、茶葉のゼリー。これがね、茶葉ゼリー、うーんなんか麦茶みたいな色ね。わあ、ほんのりした甘みと、もう口の中すごいお茶の香り広がるな。このお茶が味がね、すごい顔やね、上品、上品さとね、ほんのりした甘さがいいよね。なんか爽やかな感じ、うん、すごく清涼感がある。もうあのプルプル、食感プルプルで、で甘さがね、もうほんのりこの砂糖のもうちょっとあるかな、ないかなぐらいがね、あの上品さでいいんだよね、うん。この後は場所を変えてまだまだ食べ歩きます。なんとあのリンウェイ2も台湾に帰省した際、ターコーを見ていました。もう2回見たいですよ嘘、これね、普通にこれでバッてやつ、あれ言ってる、なんか声が聞いたことあるなえ、知らなくて見てた。そうです、なんかパーってこうチャンネル変えたら、え、ここなんか聞いたことあるな。ああ、最初なんか言うんじゃないですか。ああ、そうそう、はい、うん、ナレーションで。そうです。で、どこの地方だった。ね、台南かなんかどっか行ってまだ台北に行く
あーそう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 。台南で炭通麺食べて、でなんかマントとか結構食べてました。あそうそうそう、あれはでなんか買ってまだ空港で待ってる時に食べる。あー松と親交の深い林永通やお母さんは台湾の自宅のテレビで偶然にもターコーを見たとのこと。松はその言葉にも励まされ、さらに台湾の食べ歩きを続けます。日が変わってサンシャーの松、向かった先は麺や肉が有名で多くの客が来るというこの店。乾麺いいわ。乾麺いいわ。はいやお。チーロー。肉もチーローやチューローなどがあるようです。あ、シシマ。这是烧肉。あ、烧肉。はい、有瘦的有肥的。あ、这个，这个，嗯，啊，再一个鸡肉，鸡肉，嗯，对呀，鸡肉你要哪一点？鸡肉，这样子小小，这样大，小的，嗯嗯。初めに出てきたのはこの三品。乾麺を注文したはずでしたが、スープが入っています。もう肉がね、これがだから豚肉、鶏肉で麺。まずはその麺からいただきます。評判らしいからね、やっぱお客さんもいっぱいやん。ああ麺が柔らかくてすごいこうスープのあっさりした味わいがね染み込んでて、こうちゃんぽん麺、うん、九州の長崎にあるねちゃんぽん麺に近いような感じだけど、太麺にスープがよく絡んでいます。すごくあっさりと肉の味わいが広がって、でそれからもやしも入ってるね、うん、もやしとそのニンニクも入ってるから、うん、この辺のこうあっさりした味わいがすごい広がる。客足が絶えないこのお店、味からもその理由がよくわかります。やっぱニンニクが入ってるね、これあのすごくね、麺にね、絡みついてて、でこの麺がスッと入っていて、ちょっとあの太さもちょうどいいし、それ自体はすごくシンプルで。続いては鶏肉です。これが鶏肉、あの噛めば噛むほどこうね、肉のこう鶏肉のうまみっていうのはジュッジュッと出てきて、うまみが凝縮されています。で皮がねこう一緒に入ってくるプリプリでね、うん、であの鶏肉自体はこう何とかな、肉質が身のささみの部分がそうなんだ、あの淡白であるんだけど肉汁が詰まってる、脂っこくないんだね、でもその肉汁がすごい溢れてきて、皮と身のバランスが絶妙のようです。これうまみがすごいね、どういうふうに本当調理してあるんだろうっていうぐらい、あの、まあ、あの醤油風味かな、うん、味わいがねすごいこう いい感じで、あの色がってきて、あの鶏独特のね、またその牛とか豚とか違う、あの独特のチキンのあの独特の鶏のね、シンプルさがあるんだけど、これもそれがすごい広がる、まあだから醤油ベースで、うん、横にはあのソースがついてる、もうそれいらないぐらいの感じだね。この後も
地元の名店でさらに食べ歩きます。松の台湾大口食べ歩き、サンシャーにいる松が続いて食べるのはこちら、油がツヤツヤしているシャオロー。でこれがね、シャオロー。うわ、おお甘い、うん、さてシャオローの味はどうでしょうか。ここのものはあんまりあの胡椒は効いてなくてね、その豚肉のもうそのものの甘さ、肉の旨みだけでこうね勝負してるような感じあるね。この鶏肉とまた食感が違う、うん、歯ごたえはね、噛み応えはもうどっちもあるんだけど、これはこれでこうまた独特なね、あの噛み応えと旨みが広がる、うん、あまりにもジューシーなこの肉、大きな塊を包丁で切り落としていきます。お、この脂身のねプリプリした食感がまたいいね、豚肉のね、うん、油がそのしつこくないし、すごいプリ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 して、身の柔らかさとすごい絡まり合ってね。脂身たっぷりの肉を次から次に入れていきます。これはね、こうやって食べたいんだよね。こうして一緒に食べる、そしたら最高の組み合わせ。続いてはもち米を腸に詰めたもの。これ今あのサービスで出してくれたけど、なんていうかな、これターちゃんかな、でもち米でね、この料理は食べたことあるけど、このはどうかな。うわ、仕込みがもうぎっちり詰まってて、たーちゃんのこの外側のね、あの内臓の独特のあの味が絡まり合ってね、すごいこうなんだろう、これはもうあのでこのソースのピリ辛とすごくこうマッチしてる感じで、ここの店ならではの、うん、店やっぱそれぞれ特徴あるね。このたーちゃんにしてもね、もち米のしかし食感がすごい、ここはすごいきめ細やかなもち米が入ってる。発想はすごいよね。でもね、あのもち米を入れてしまうっていうのは日本でこういうのあるかな、ないよね。日本で会ったことないけど、台湾ではねよく見かけるけど、この発想ってのはすごいし、してまたあの味がよく合うから、この米のねもち米の味付けとそのね、その外側の内臓の部分、たーちゃん、シャオローは麺に入れるとまた美味しさが増します。松は台北へと向かいます。ルーローファンの店に向かった松、松の台湾大口食べ歩き、今回もさまざまな場所を食べ歩きました。最後は松が台湾で最も好きなものの一つに挙げるルーローファンで締めくくりです。いや、ルーローファンね、ニンニクなのかな、このコクがすごいある。肉がすごい柔らかい。びっくりしてる。
タレがよくご飯に染み込んでた。プリプリのルーローファンに食らいつく松。次回はどんな旅になるのやら。あと皮膚うまさっていうかな、うん、油のこのプロテイン具合はいいよね。ルーローファンいろいろ食べるけど、いやー、ここの